パーとかだから。夢みたいな舞台に立たせてもらってます。飛行機みたいじゃないですか、パッと見るやん。すごいっすよ、これめちゃくちゃ薄いですよ。なんか飛んでいっちゃいそう、軽くて。夢を追いかけて挑戦し続けること、さまざまな困難の前に立たされても、時にくじけそうになっても、耐えて蓄えてそして歩んでいく、私は思う。その挑戦こそが夢を手にする旅なのだと。ブリヂストン、チェイス・ア・ドリーム。すごい静か。低い。こういう感じ。おお。すごい。未来のものみたい。太陽パネルつける前に、どのやつに。僕たち工学院大学ソーラーチームは学生主体で一から自分たちでソーラーカーを設計して、で製作までして、そしてオーストラリアの世界大会で。ダーウィンからアデレードまで約3000キロを、5日間から6日間ぐらい縦断しながらレースする時も自分たちでキャンプをしたり自炊もしたり、結構過酷。一般の方ってソーラーカーについてまだまだ多分知らないこといっぱいあると思うんですよね、はい、何が一番の魅力ですか。やっぱりこのボディ形状ですね。どれほど空気をよく流せるかっていうのを作ってまして、他のレースっていうと結構アグレッシブなコーナリングとか加速とかがあると思うんですけど、ソーラーカーレースはもうただ直線をどれだけ早くゴールできるかっていう、ただそれだけに見えるんですけど、やっぱそのボディの設計だったりその戦略とかだったりもすごい奥深くて、ソーラーカーはやっぱり太陽の力だけで発電するので、やっぱりボディが軽かったりボディのその空力の性能とかが結構重要視されるんですよ。なのでその僕たちはどれだけいい空力性能を出せる車を作るかっていうのがこだわってまして、そのやっぱ勝つためのその戦略みたいなので、そのボディ形状を生かしたりとか軽量化したりとか、あとその一つのちょっと面白いアイディアとかをいっぱい詰め込んでいるので、すごい面白い車だと思います。だからシリンダーをねマニュアル回避。どういうことを指示するんですか、レース中。いや、今どのくらいの消費ワットでそれが異常か異常じゃないのかって思いました。今加速してその速度が一定になった時に何度出てますよ、発電量はいくつですよっていうのをドライバーとその戦略班でやり取りして、でその戦略班が今はちょっとあんまり行き過ぎないでちょっとそうです、ね、ためようみたいな。そうです、ね、というか今こうアクセル踏んでみたいな感じだったんで、ゴールでバッテリーゼロにしたいので、まあ、入ってくる量と消費する量と天気の量とかいろいろ見ながら。あ、そうか。じゃあこう乗ってない人たちは天気予報とかこうめちゃ見て、雲の流れと風の流れとか見て予想して、で他のチームがどこ走ってるからみたいな全部予想しながら。なるほどなるほど。橋回り担当の高橋です。絶対ゴールに一番早く車を届けてみせます。制作担当の門馬です。逆境を楽しんで優勝します。僕が知っているソーラーカーのレースってもう太陽カンカン照りで、でこうなんか未来の乗り物がクーってなんか動いてるっていうだけのイメージだったんですけど、そうなるともうその裏側にはやっぱいろいろなことがあるわけですね。そうですね、はい。
なるほど、すごい素人みたいな質問なんですけど、はい、雨が降ってる時ってソーラーカーって走るんですか？走れます。もともと貯めてたバッテリーとかで、はい、本当に雨の時はやっぱり発電がないので、うん、その前とかに雨とか予測してれば、なるほど、バッテリー用の予測残しといて、作戦、はい、すごい。そうなんです。その雲の流れとかも日の当たりとかも違うので、うん、それもやっぱ予測してたり、予測して戦略立てたりっていうのもすごい面白いです。結構チーム戦で戦います。めちゃくちゃワクワクしますね。そうなると超楽しい。楽しいですね、はい、カノピー担当の篠宮ほのかです。初めての海外で緊張しますが、まずは無事完走できるように頑張りたいと思います。電気太陽パネル担当の藤井です。世界最高効率の太陽パネルで入賞を目指します。今年はじゃあ一番の大きな見どころはどこですか？これボディの中でいうと。そうですね、前一輪にして後ろ二輪の配置なんですけど、はいはい、他のチームは前二輪で後ろ一輪の配置が多いんです。全然違いそうですね、はい、なんか、まあ、それがやっぱりそのボディ形状を生かした戦略なんですけど、まあ、その前一輪後ろ二輪の配置にするにもそこにはちょっと自分たちのオリジナルな設計が入ってまして、まあ、世界初の技術を取り込んでいます。すごーい。ガソリンから EV になろうとも、うん、やっぱタイヤで地面に設置していることは、まあ、土原と変わらないと思うので、うん、やっぱりタイヤはすごく性能が求められる、うん、まあ、やっぱりクオリティの性能も重視なんですけれども、タイヤの摩擦の抵抗も、うん、そのソーラー間のエネルギー損失にも関わってきて、なるほど、その転がり抵抗をはい、少なくして効率よく走りたいです、うん、なのでこの車も三輪を使ってて、なるほど、でこのタイヤは再生可能なその資源を使ってまして、まあソーラーカーで EV の時代を作るとともにタイヤ自体の素材にもそのこだわりが、そのもう全てがその新しいモビリティ社会に向けて作られている車だと思っています。設計班は徹夜してもう夜な夜なやってたり、トップを目指すための技術だと思っています。なるほど。常に何かをこう変え続けてるってことは、まあ、ある意味チャレンジし続けてるっていうことだと思っていて、はい、でもそれってすごく難しいことだなって思うんですよね。やっぱり困難の前にこう立たされることもあるだろうし。そうですね、やっぱり自分も正直そのやっぱ大変だと思ってて、正直自分もできてない部分はたくさんあるんですけど、けどやっぱりその挑戦するのはそのやっぱり先輩たちの過去の映像とか見るとゴールの時にもうみんな笑顔でジャンプしてはしゃいでる写真があって、うんうん、やっぱそこにたどり着くのがすごい楽しみなんだなと思ってまして、うんうん、やっぱその景色を見たいというか、あの景色を見るために今頑張ってるというか、お、なんていうの、なんか本当にざっくりした感じなんですけど。いや、めちゃくちゃ具体的じゃないですか。いやだってそのイメージが自分の中であるから、うん、それがエネルギーの源となってよし頑張ろうっていう気持ちになるわけじゃないですか、はい、やっぱりこうその源があるってすごい大事だと思うんですよね、うん、あの僕らが入学した時はちょうどコロナで、うん、あのコロナ禍の時期で、あのやっぱり先輩の憧れの姿を見てきたんですけど、うん、コロナ禍でやっぱ先輩たちがもうすでにいなくてですね、直接その教えてもらったりってことがなくて、なるほど、そこでちょっと一旦技術がなくなったというか、うん、今まであった培われてきてたその教えというのがその直接教えていただく機会があんまりなくてですね、うん、レースを知ってる人がいないってことですもんね。そうですね、本当にめちゃくちゃ難しいですね。そうですね、今回のオーストラリアの大会も経験したメンバーがほとんどいなくてですね、うん、けどやっぱりそのチームで新しいものを作っていくっていうそのポリシー自体は変わってなくて、うん、代々その新しい面白いものを作っていくチームの伝統みたいなのを引き継いでいくことはやっぱ難しくもあるし、うん、面白い点でもあるなって。なるほど。電気、ドライバー担当の石田です。勝ちに行きます。加工班の安田です。絶対優勝するので楽しみにしていてください。まあ、コロナ禍っていうある意味しょうがないものみたいなものに、だけどやっぱり立ち向かっていくみたいな姿勢、なんかそういうある意味で先輩たちから受け継いできたバトンみたいなものだと思うんですけれども、まあ次世代にこれもつながっていくわけじゃないですか、はい、ここまでやってきたっていうのがゴールした瞬間にグッて出てくると思うんですよ。でその時にやっぱり嬉し泣きなのか悔し泣きなのかっていうのが、うん、正直多分泣くと思うんですよまあやっぱり今までやってきた、まあ、もちろん嬉し泣きにしたいのでワクワクの毎日です。すごい。じゃあもう夢だった世界が今目の前にあるって感じなんですね。
でもその先には必ず仲間たちと喜ぶ姿があるんだろうなと思うと、なんか僕もワクワクしてきました。本当にやっぱりその新しい社会を作っていくのが今やってるメンバーとかだと思いますので、やっぱここで培った経験を社会に出た時にみんなが活かせるようになるかなと思ってます。素晴らしい。このソーラーカーももう明日明後日明日出発明日出発オーストラリアに、ついにレース直前という感じがしてきました。そうですね、頑張ってください。ありがとうございます。応援してます。ありがとうございます。ありがとうございます。チェイスは